開いてんじゃん。おーおお、死に触れた地下落ち。またミニダンジョンみたいなとこだ。座るほど何もしてねえな。なんかいるのかな。いない。なんか見たことある配置だなこれ。見たことある配置だな。ここでは、ね、打撃系の武器が有利。持ってないね俺。もらえるソウルは？え？無限復活！馬は無理。これは辛いな。挟まれないよ。攻撃力もそれなり。動きも速い。一番奥まで行ったら入り口でダンジョン。絶対にまくった跡が。大丈夫、これさえ押せば。よし、もうあとは死んでもアイテムもあるね。これももし上にもアイテムある。どうやって残った。すっげえ撃ってくるけど。もうやったよこれ。撤退撤退。はい撤退。上にね微妙にアイテム見えてたんだけど、オッケー。さあボスどんなんだろうね。骨系のボスだとねダメージが通らないんだよな。さあ召喚がいい。有効だな、知ってる。さあボスは黒き刃失脚。おお、てかね、暗すぎ。そんな威力はない。ふわーっとしてる。そして画面暗。アサシン系っぽい。あれ、これなんか異常に減ってね、体力。もともと減ってたの。ワンコンでこんだけ減ったの。おろ、こいつめっちゃもろ。ぴょん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 するんじゃ。ん？別のやつ。な。おお。ダッシュジャンプ攻撃で無理やり。ダッシュジャンプ攻撃全然ダメージ食らわない。ダッシュジャンプ攻撃弱え。黄色の強靭武器でしたね、もらえたの。俺は信じてないよ。いつミミック来るだろうね。シノンで。やはりシリか。
尻好きな人多すぎませんかね。よくやった。浮いてんな。と、よくやった。奥にね、微妙にアイテム取り忘れがあったけど、もういっか。なんかね、上の方の柱、上通路にそんな見えたんだけど、ボス倒したけどレベル1上げれるほどすらもらえてない。ね、わーレールソウルあったっけ。こう、いや大ルーン、ちょっと分かんないですね。お、松ヤニ系発見。でこれは200、400、800、次のレベルまで。まあ800ってところか。いいか、そんな急いであげるほどでもない。あ、あそこかがり火ある。降りれる場所あるかな。降りてても死ななそうだったね。え、またこれかがり火だよね、うん、これ終わってからな。は、でっかい橋だな。どうなる、今ジークかな。今戻ってみる。うま、ハロー、上かな、こっち。まだ上、あったそうだ、壺に閉じ込められてたんだったっけ。チーズ動きそう。Hello? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander. 鉄拳アレキサンダー、アナニア。これロボットみたいね。壺なんだ、壺っく。いいよ。My thanks.A thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice. 尻を大きなもので殴りつける。I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. じゃあやってみる。Give it your all, I say. ほら。お。おー、出た。出た。おう、もっとだ、もっと叩いてくれ。Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Well, 本作のジークさん枠かな。
I thank you. なんかくれた。ポケットあんのお前、壺のくせに。これ何なんだろうね、勇者の日会って。東ケイリッドの、多分行ったことあるんだろう。今この城まで行った気がするね。戦祭り。もう終わったかな。ループしたね、早いな。まあまたどっかで会うこともあるでしょう。やっぱり可愛いやつか。いわばエルデンリングだ。さっきこれ殴り回ってる人。ということで、これでほとんど初めの地図の場所の位置やつは終わったかな。武器強化、レベル強化してボスをね、倒しに行きたくなってくる頃かな。でっけえの、この前飛び降りてきたよね。チーズ、あ、外した。そういえばここ風来てたよね。ぐらいなら死なないかな。あったあった、風。あれあれ行ってみよう。やめろってマジ。おお、ジャンプ力ですかね。気持ちいい。キリ。あー、そこのアイテム出てどんだろう。思ったより高い。ここぐらいなら降りれるんだろう。ここどこ。お、また勇者なんだ。マリア、この上だったか、相手もあったの。イエス、火炎壺みたいなやつ投げられた。あれだよね、どうやって飛ぶんだろう。上から飛び降りてくる。ジャンプじゃ登れそうにない。ヨッシーみたいにさ、二段ジャンプの後さらにできないのかな。これあの上から飛び降りてくるのかな、もしくは。無理やね。地図が見れない。追われてると地図見れないのがね、辛い。ここがどこかは。いって。
で地図開いてるうちも攻撃くんの。ホロヤさんあったね。あ、ここか。これかな。おい、あれだよね。おっとっとっと、これはもういいよ。あるな、あそこだね。ここか。ボロヤス。You all on your own and heading to skin enticed by the one in the world. 雲の一部。I don't have. It's scary. I want to know nothing.まあそれなりにね評価されたんで、ちょっとボス行ってみましょうか。もう1レベル上げたいんでね、あえてこいつらをボコリ。やめて。禁止になったらちゃんと降りる。いいやつ。じゃあね、これレベル上げてボス戦だ。まあこれでもうね、死んでも怖くないんで。筋力上げたら魔力が増えるよって。マジか。まあ85な。さあどれぐらい私は強くなったのか、いくぞ。これあれだね、狼呼ぶんならある程度ダメージを与えて攻撃が激しくなる後半戦で呼ぶべきだ。守備力めっちゃ上がってね。まあレベル上げると守備力勝手に上がってくる。勝てないんだったらレベルを上げればいい。ダクソはなんだかんだで RPG だからね。
ディレイが多すぎて回避のタイミング何もわからん。もうちょっとね、受け知能の高い盾が欲しい。鍛えるのもある。普通に勝てそうだね。さあ、とりあえずハンマー、これでハンマーいく。暴走モードが終わったらまた戻ってくる。はい、勝てんことないけど、もうプラ1にしたいね。装備見直し、ヒーターシールド、ガード強度が38、ゴミだな。で、こっちに売ってたよね。100% カット盾、さすがにこれ弱。こいつらだっけ。 100% カット、あー売ってんのもヒーターシールドか。38、まあ、60とは言わんか、45ぐらいは欲しいよね。で、強化してもらうといくら増えんだ、受け地。 Well, I took you no matter it's lay out your arms then. と、詳細表示。強化しても受け地は受けませんね。論争プラス3。どこで手に入るんだろうね、この鍛え石君は。もう1上げると多分ね、2がいくつか手に入ってるから、ね、プラ3プラ4までいけると思うんだけどね。やっぱりね、まだガードしてはいけない。下のやつ倒したからここ行けるようになったかなって思ってきたけど、ダメみたいですね。なんかあんのか、あ、鍵ってそういうことか。なるほどなるほど。そして強敵いんの、死んで困るもんはないね。あー、ここにもある。やっぱ鍵をもらうべきか、初めのアイテムは。この宝箱あるもんね。これミミクだったら笑うけど。おーおーおー、クレプスの黒鍵だね。また鍵だ。当初ベストスープないな。
はじめは鍵を選ぶべきだね。ここの2個分がもらえると思えば。ただこれで終わりか。標的は標的どこ。太ったやつよ。標的なかったっすけどね。ここも開くのか。橋ほんと？雑魚がいる。はしごはあるけどさ登れないはしごじゃねえか。ね。もうねボス倒すまでやりきってもいいけどね。で、初めの地図ね、見えてるところはもう行き切ったよね。これいで、こいつ今ここで戦ってんのかな。でこれ倒したらこっちとまあこっちに行けるようになるんだろう。回ったドラゴン、ここも回っドラゴンだな。ちょっとドラゴンまだ戦ってないんでちょっと行ってみましょうか。